の食卓、病院の院長先生であるリクターが、突然豹変し患者や医療スタッフを、射殺するという事件が起きます。それを聞いたリクターの娘ローラが、父を説得しに病院に、乗り込むところから物語は始まります。そこでリクターに取り込まれ、リクターの精神世界である、古城からの脱出を図るゲームですね。このゲームには2時間という、明確な時間制限がついており、その時間を過ぎると、精神世界の出口が閉じられて、ゲームオーバーとなります。古城の中は人の気配など全くなく、ヒントをくれる人物など一切いません。自力でヒントを探し、謎を解いていくことになります。急に怖くなるような演出はないですが、誰もいない古びた建物で、一人で探索を続けるというのが、妙な緊張感を醸し出しています。このゲームは、普通に謎を解いていくだけでも、クリアすることができますが、古城内に隠された、4つの玉虫を見つけることで、真のエンディングを見ることができます。玉虫を見つけるごとに、ローラの隠された過去が、だんだんと明かされていくのですが、その内容はかなり衝撃的です。嘘でしょ?と思ってしまうほどでしたね。ローラ。わかるか?父さんだ。ローラ、帰れ。お前は、こちら側へは来てはいけない。私立ジャスティス学園。格闘ゲームの老舗である。カプコンから発売の格闘ゲームです。アーケード版も出ており、ゲームセンターでは残念ながら、あまりプレイしている人を見かけませんでしたが、ゲーム自体はかなり面白いと思います。3D ポリゴンモデルのゲームなのですが、操作自体は 2D 格闘と同じですが、このゲームでは軸をずらしての回避ができるようになっています。また至近距離での軸移動により、相手の背後に移動する回り込みもできます。相手の攻撃を回り込みで回避し、背面からコンボを決めるのが、強いムーブですね。これが便利すぎて、お互いに技を出さずに背後を取り合うという、不毛な展開になることもありました。このゲームはタイトルの通り、学園を舞台にしたものになっています。そのため仕様からも、運動部の部員や不良の生徒など、ある意味わかりやすいキャラが多いですね。用意は?いてでもいで。第一戦、はじめ!ストリートファイター02、格闘ゲームというジャンルを作り上げたスト2シリーズの前日譚となる、ゼロの続編となる、02。ちょっとわかりづらいネーミングですね。前作の後、スト2の過去という位置づけになります。基本的には前作の特徴を引き継いでいますが、最大の特徴として、ゼロコンボが撤退され、基本的な操作感は、スト2に近いものとなりました。追加キャラクターが5人追加され、そのうちの一人として、ゼロシリーズで最も人気であろう、竜に憧れる女子高生格闘家の、桜がいます。現在でこそ各メディアに登場する、ゼロの顔となっている彼女ですが、知らぬ今井トウが出るガロウシリーズに比べて、全体的に硬派な印象の強かった。同シリーズでは彼女の参戦は、賛否両論があったようです。
サイキックフォース2、サイキックフォース2012というアーケードゲームのプレステ移植版となったこのゲーム、プレステに完全移植は難しかったのか、対戦が始まるまでのロード時間が異様に長く、若干もたつく印象がありました。ですが前作でもあったアニメと、ストーリーモードでのフルボイスのセリフは健在です。このゲームをプレイしたことがないけれど、このゲームを好きだというわけのわからない人が当時おりましたが、きっとアニメーションや個性のあるキャラが好きなのだと思います。遊べばいいのにとは思いますけどね。このゲームにはアーケード版には登場しなかったキャラも追加されております。さらにキャラをカスタマイズできるという機能も追加されました。キャラに別キャラの技を追加できるという機能ですね。これがなかなか面白く、拘束できる技を持っているキャラに、他キャラの拘束技を持たせることで、拘束コンボが楽しめます。やはり一方的に殴り続けるのは、格闘ゲームらしからぬ楽しさがありますね。ノアまで動き出しているの？二人とも無事でいて。お前か。軍についてこそこそ嗅ぎ回っているのは。私、バーンとエミリオを探しているの。何か知っていたら教えて。そんなに知りたければ己の力で聞き出すんだな。レディーゴー。信長の野望、天正記、三国志に並ぶ光栄の超人気歴史シミュレーションシリーズで、戦国武将となって全国統一を目指す信長の野望の6作目となります。基本的な仕組みはシリーズの伝統にのっとったものですが、後に太閤立志伝等にも設定される武将ごとの職業は本作から追加されました。また武将ごとに教育を受けて技能を得ることも可能となり、全国統一に向けて微妙な武将を鍛えて国を任せるといった方法も可能となりました。後のゲームに見られる武将の深掘りが始まったのは本作からと言えます。職業や才能、そしてマスクデータの相性度といったステータス以外による武将の色付けがなされ、これを利用することで難易度が大きく変わる仕組みと、唯一無二の武将の存在が攻略の大きな鍵となります。R タイプ、デルタ。その独特のデザインと、高い難易度で有名な、同シリーズ4作目にあたる本作は、アルファベットでも4番目である、D を冠したデルタの名が冠されています。これまでの作品と異なり、フルポリゴンで構成される本作は、ストーリーラインとしては、1の後日談となります。後にサタニック、ラプソディとして、知られる惨劇の物語です。システム面では本シリーズの基本システムであるフォースや波動砲といったものに加えて、
DOSE システムという、敵ユニットや弾を捕食してゲージを貯めて、攻撃力を向上させる上に、一気に放つことで画面の敵を全滅させる、いわゆるボムに当たるデルタウェポンと、3体から選択できる時期という、新要素が追加されました。このシリーズ初のボムの追加は、高難度な本作における一つの、救済措置にもなっています。ブラスターマスター、超惑星戦キメタファイトという、ファミコンゲームから始まり、ブラスターマスターシリーズとして、海外でのみ発売されていましたが、今作は逆輸入のような形で、日本での発売となりました。ブラスターマスターシリーズは、横スクロールのアクションでしたが、今作は完全 3D となっており、ちょっと作風は変わっているでしょうか。このゲームでは、戦車に乗っている状態での操作は、ラジコンのように旋回と前進なのですが、人間を操作する場合は、通常の操作方法となります。これがなかなかややこしく、戦車から降りた時はまだしも、戦車に乗った直後は、軽くパニック状態になります。いろいろなゲームでラジコン操作はしていますが、やはり直感的な操作ができず難しいですね。このゲームは演出が派手で、普通の戦闘であっても、盛大なドンパチをしている気分になれます。ド派手な戦車戦をしたい人には、おすすめの一本ですね。知道